サンドウェッジでアプローチ、こういう機会がすごくあるよね。で、例えばカメラの方にボールを打ちたければ、こうやってボールがあればサンドウェッジはこうやってヘッドが来てボン、その打った後にこいつはこう出てってくれたらこれまっすぐ飛ぶだろうなっていう想像がつくよね。しっかりスピンもかかるだろうしね。だからこうなったり、もしくはこうなったり、もしくは最初にこう引いちゃったりとか、できるだけこういうシンプルな形で動くっていうのがいいと思うんだよね。で今日はね、ちょっとこういうふうに、パター用のグリップをつけて、見たんだけども、サンドウェッジね、まあ、これは練習用として作ったものですから今日ちょっとこれ使ってます。で、まあ、実際こう振ってみると、カメラの方にボールを飛ばそうとした時にこういう状態で、ほらスッスッ、一つの方としてはこれがブランコみたいに、ほら、まあ、ずっと乗っていて気持ちよくなって、なんか、これは、実は手先でやってないんだよね。手先だけでやると同じような形であっても下半身、大きな筋肉使えないから疲れちゃうんだよ。疲れるし、再現性が低くなるから、できればこういう小さな動きも大きな筋肉を使って、体幹使って繰り返しできるように心がけてもらいたい。そうするとね、疲れない。疲れないとね、余裕が生まれるから、こんな風に打ってみよう、この強さでやってみよう、あの強さでやってみようというようなバリエーションが広がっていくと思うんだよね。はい、でもう一つはね、いい練習方法としては、よいしょ、鏡があったらいいんだよね。この鏡に、まあ大体普通ボールをどこかに打とうとしたら、ボールとヘッド真下見ながら、えいやって打つじゃないですか。この練習方法は下を見るんじゃなくて、鏡の中に映ったヘッドを見続ける。ずっと見る、目離さない。もう鏡に当たらないように気をつけてよ、割っちゃったら大変だからね。鏡の中のヘッドの動きを、第三者の目で自分のヘッドの動きを見ましょう。足動いてるよね、腹筋使ってるよね、体幹使ってるよね。そしてピタッとこう止めた時に何使ったか分かる？何使ったかはお尻なんだね。お尻の筋肉が緩むと止まんないよ。お尻の筋肉緩むとコントロールできないよ。お尻の筋肉を使って、ピタッ、お尻の筋肉使えば、そう、だからコントロール、ここまで打ちたい、あそこまで打ちたい、この体の動きはお尻の筋肉をちゃんと使ってるっていうことも、なんかこのエクササイズで分かるわけね。そして今日はこれからこのインドゥーボード、そしてこの上にペットボトルを乗せて、ちょっと過激なエクササイズもしますけれども、そちらの方もぜひ見てください。サンドウェッジのフェースを地面とピタッとこう合わせるね。そこに、まあ、こういうペットボトルを置いちゃいましょう。結構なこれね、重さになるんだよね。これをこう持って、前腕だけではなくて上腕、そして芯の方、軸の方にしっかりと力が、つながりができたことを確認しながら、ベルトのバックルを少し動かすと、ほら、自然にペットボトルが動いてくるね。いいよね、これ。例えばこういう風な角度でやると、ちょうどそのカメラの、レンズに向かってボールがポン、ボールがポン、ボールがポンと飛んでくような感じがあるよね。今日はね、さらにちょっとその過激なインドゥーボードの上でこれやってみようかな。ちょっとこれ初めての、こんなことが本当にできるんでござんしょうか。ここまでいいよね。止まってみようか。
止めて、そしてここから下、まあいずれにせよ、どっか一箇所に一生懸命こう頼ってるわけじゃないので、結構これ長い時間こういう形ができるわけですね。あの相当重いです。これボールよりも全然重いし、相当これが乗ってるだけで負担になるんですけど、この負担になったまんま何回も何回もリラックスした状態でこういう動きができるということは、将来これがまあフェースのしっかり向きを変えてボールをポン打った時に何回も同じ軌道ができれば再現性も高まるし、フェースの向きもコントロールできるからボールがそんな曲がんないしと、まあアプローチがね良くなるであろうと思います。はい、もしも指摘がいるんだな、ダメだやっぱり、こういうこともあるし、ちゃんと基本的に体幹使って、さらにやっぱりその左手のリードってやっぱ大事だよね。この本当にそのしっかりとコネクトしてるのが左だからね。こいつがやっぱりうまく機能することでヘッドがしっかりと走るから、まあ、握り方に関しても、例えばたまに太いのを握る、太いグリップを使うとか、細いグリップを使うとか、いろいろな方法を試してみるのも、やっぱり大事だよね。こうしなきゃいけないというよりも、ヘッドがこうやって走るためには、どうやって握ればいいのかな、どうすれば体幹に来るかな、上腕三頭筋と胸の筋肉とグッとこう繋がった状態で、ヘッドを走らせるためにはどうしたらいいか、いろんな研究してください。